8月25日から6日間にわたって開催される国際昆虫学会議でホスター発表をする予定であることが公表されている。秋篠宮家の長男、友人様、17。文化祭のクラス合唱に参加される悠仁様、国際昆虫学会議は、1910年に第1回会議が開催された昆虫学における世界最大規模の国際会議です。おおよそ4年に一度、 世界各国の都市で開催されることから、昆虫学者のオリンピックとも称されます。科学部記者。ポスターのタイトルは、東京皇居で見られるトンボ愛。公表されている展示プログラムによれば、久人様は、東京皇居で見られるトンボ愛というタイトルのポスター発表をされる予定だという。昨年にはトンボに関する論文を執筆されるなど、トンボ研究に邁進してこられた久仁さ 学校生活では筑波大学附属高校、祝布の3年生となられ、大学受験を控えておられる。将来の天皇が本格的な大学受験に挑むのは初めてのことだ。高校で異例の成績。そんな悠仁さまをめぐって、筑布校の関係者はこう明かす。実は悠仁さまは高校内で率直に申し上げて異例の成績なのです。 ご本人も苦しい気持ちを抱えておられるのではないか。週刊文春が指揮者に取材を重ねたところ、将来の天皇にことさら高い学歴は必要ないという意見が体制を占めた。その意味で、久人様が本格的な大学受験に挑むこと自体、指揮者の間では賛否が分かれる。だが、取材を進めると、その受験勉強がトンボ研究にもたらした異変も明らかに、 8月20日火曜日12時配信の週刊文春電子版並びに21日水曜日発売の週刊文春では大学受験に臨まれる悠仁様をめぐる異変や現在の学業状況将来の天皇としてのトンボ研究の意義トンボ研究を支える面々などについて重報している